はい、こんばんは、ドンです。今日はですね、戦国秋葉原伝をやっていこうと思います。制作は株式会社メディアワックスですね。なんとメディアワックスがゲームを作っている。原作は榊陽介さん、ガンパレードマーチの小説とかで有名ですね。そしてなんとゲームデザインは黒田幸宏さん。これあれです、天下統一シリーズを作られた方ですね。実は天下統一シリーズを作られた結構有名な方でして、黒田幸宏さん。あれ、僕たち世代だと、クロちゃんの RPG 千夜一夜とか、そこら辺でご存知の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。結構ね、作ってるメンツはかなり豪華だったりします。ちなみに僕、ほぼほぼ初プレイに、ちょっと触ったんですけど、ほぼほぼ初プレイに近いんで、攻略内容とかね、全然覚えてないですよ。いやー、コンプティークのね、リプレイ記事やってましたよね。その人気の全盛期に作られたゲームですね。いやー、コンプティークはね、袋閉じの思い出がね、袋閉じの思い出は強いですね。これもう操作していいのかな。よいしょ。戦国秋葉原伝。戦国秋葉原信長伝。戦国乱世の申し子のような荒武者である。合戦を越えなく愛し、台風とも竜巻とも称えられるその破壊力は底知れぬものがある。近隣の大名から蛮族、アライビスと呼ばれ恐れられる存在である。外見こそ祖として戦国の絵に支えた一輪の花に例えられるが、いざ合戦となるとアシュラに例えられる猛将に変身する。性格は気まぐれでわがまま、気まぐれで攻撃される近隣の国はたまともではない。四谷の南蛮眼鏡がキラリと光ると、そこに星雲が巻き起こる。武人として美しく生きたいと願い、合戦の勝敗よりも美学を重んじる。これすなわち見えに生き見えに死す四谷流の戦争哲学。陰謀謀略を生きがいとし、眠っている時でも夢の中で謀略を企んでいるという地暴派。ただし合戦より謀略を優先する性格へ、しばしば積極的な攻撃精神に欠ける。金と権威に弱いと噂される。昔読者参加型のゲームみたいなのも多かったですよね。雑誌にトップを狙いとかあったな。秋葉原の女性版と呼ばれ万有を振る女上部とはいえ、性格は至って素直。働き強力な戦闘力を有していながら、素直で信じやすい性格を災いして、暴力好きの茶水などの格好の家紋にされることあり。これで全員ですかね。さあ始めましょうか。ドライブ2にデータディスクをセットしてください。データをロードしますか。いいえ。さあ、ここからですね。ここからスタートです。自分はですね、実はですね、主人公は戦国大名ではなく、自分はそのうちの軍師になります。ちなみに、本来はこの君主なんですけど、担当、この4人が、この5人が担当するときは、その5人が当主になっちゃうんです。例えば、秋葉原が龍蔵寺高信を担当している場合、当主は秋葉原になります。龍蔵寺高信ではなく。タイトルはね、戦国秋葉原伝ですね。
じゃあせっこ、どうしようかな。どこに使えようかな。ところで今川義元の軍師が大元摂政じゃなくて大原助義なんですね。大元摂政っぽいですけど見た目は。でも確かこれ別人ですよね。よいしょ。まあじゃあせっかくなんで織田家で行ってみましょうか。ちなみにこれ選んでキャンセルするとコメント出るんですね。はい、秋葉っぱら伝と僕は覚えてましたけど、じゃあ今川義元で行きますか、せっかくなんで。いや、ま待って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 、やっぱりここら辺に使えるか。秋葉っぱらに使いましょうか。じゃあ秋葉っぱらが龍造寺高信に成り代わって君主になってるんで、僕は鍋島直重で行きます。そういえば阿蘇のプレー鍋島直茂結構主役級にやってましたけど、今回は今回も鍋島直茂でいきます。うむ。ちなみに自分の主人公はあくまで鍋島直茂ですね。吉本内政に狂う。で自分のターン。これ色付きが君主、色付きが君主ありで、色なしの国は選択不可能ですけど大名家として存在するって感じですかね。なので、九州が龍造寺と島津だけなんですね。毛利結構あるな。で、自分のターン。鍋島直茂は予算が1467、そして、本数12。これ実はですね、このゲームどういうゲームかっていうとですね、巻物を買ってそれを使うっていうゲームになります。自分はあくまで軍師なんで、いろんな巻物を使うことで軍師の内政とか戦略をサポートするわけですね。例えば人材発掘の巻物、天下を取るにはいい人材を揃えるのが肝心でございます。予算が1467、人材発掘は金83、買いましょう。宝禄、とりあえず安いからいろいろ買っとくか。行軍、兵の募集、忍び、鉄砲購入、城の修理、とりあえず全部ちょっと数増やしとこう。結局ね、何が必要となるか実はよく分かってないんで、とりあえず適当に進めてみます。じゃあこれで終了。そうそうそうテクノポリスね、ありましたね、徳間書店のテクノポリス。まあ、徳間書店がエロから一切手を引くっていう話になって、あっという間に、そういう社内政治の事情で消えてったエロ雑誌ですけど。他の大名家も巻物を買って実行するわけですね。ちょっとね、待ち時間ありますね、これ。はい、テクノポリスはね、結構社内事情で消滅したエロ雑誌ですね。と元徳間書店の人間が言いますが、さあそして自分のターン。龍造寺秋葉原、国情報、国画面、大雪のため巻物の実行はできません。いきなりやることがねえのかよ。すいません、いきなりやることができやることがないです。ん、あ、これ他国の合戦を見てるね。
北畠を攻めている滝川柴田織田信長が姿をくらましました。そして信長のこの顔である攻めてますね。一応プロジェクト X は Windows 10対応してるかどうか怪しいところあるんですけど、でも結構僕今のところプロジェクト X のゲーム全部 Windows 10で動いてますよ。さ、じゃあ僕もどっか攻めたいですね。情報武将一覧。自国の武将は龍造寺秋葉原鍋島直重成松信勝3人しかいない。ちなみにですね、このゲームちょっとルールを説明しておくとですね、魅力と忠義と俸禄はまあそのままですね。で、自分は鍋島直重なんで忠義がありません。で、魅力で、あと知力、それとですね、この軍事ダイス、これなんですけど、戦闘の時にこの、このサイコロを振った値が攻撃力になります。で、猛将系ほど高い数値が出やすい。で、知将系ほどたくさんの数を振れる。なので、猛将プラス知将みたいな武将だったら、たくさんの数と高い目が出るわけですね。はい。最大値20ですね。なので、秋葉原これかなり強いですよ。成松くんがこんな感じですから、17、16、15、9、8、5。まあ、軍事力って、武力とか統率力じゃなくて、軍事ダイスっていうので、戦闘力から表されます。ここら辺がね、なんかね、ボードゲーム感ありますね。秋葉原はね、20だらけだけど1みたいなね。で、多分さっき言いましたけど、猛将ほど高い目が出やすいらしいんで、まあなので秋葉原はかなり高い目が出るんじゃないかな。その代わり、知将系じゃないと思うんで、ダイスをこんなに振れるかどうかわからないみたいな。いや、ちょっとね、やってみないとわかんないです。もしかすると上杉謙信とかそれより強いかもしれないし。これね、巻物を買う、巻物を買うのと巻物を使うのという繰り返しになるんですけど、これ予算もしかして毎ターン全回復なのか、ちょっと分かんないな。ちょっとね、予算964残した状況で終わらせてみるか。各大名家が買い物中ですね。これ一応確かね、結構ボードゲーム感強いゲームで、確かね、1580年の時点で一番石高の多い人が勝利みたいな。あ、そうだ、他国の戦闘忘れてた。合戦表示。武合戦の。で、終了条件。1580年で、石高500万石になるか、1580年の時点で一番石高の多い人が勝ちかなみたいな。で、やりましょう。で、ようやく巻物を使える。兵の募集してみましょう。兵士を集める巻物でございます。絵がいいね。絵がいいな。大吉でござる。兵は集まりましたが、面倒見切れませんぞ。
ちなみにこれ巻物を引くたびに大吉中吉小吉凶みたいな結果が出て、それによって効果が違うみたいです。凶、じゃあもう一回やりましょう。あ、人材発掘に、あ、一つの巻物一回ずつしか使えないのか。じゃあ忍び、トゥッティ。必要な情報が二つ入手してきた。大名情報、国情報。そんな北の方じゃなくて、文を、筑前、肥後、日向、大隅。大隅行けんのかな？いや、行けないか。じゃあ、筑前は高橋なる人物が、秋月家の高橋なのかな。大名情報、北条、武田、織田、島津。これって君主のいる国だよね。色付きの国。これ下まで行かないといけんのか。下まで行かんといかんのか。一国一城ですね。そうですね、多分。文豪、大友。あ、隣接してない。大友家ね。兵士数15,000。じゃあ次、鉄砲購入してみよう。なんじゃこりゃ。これはね、戦国秋葉っぱら伝というゲームです。なんかゲージが下がったな、秋葉っぱらの。なんだろう、よくわからないな。まあいいんじゃないかな。登録じゃないな。じゃあ行軍かな。合戦のやり方がわからないな。合戦巻物が必要なのかな。合戦巻物はないぞ。徴兵して、佐賀城の兵士がこれで面倒見切れませんぞってこと。兵観測、これもしかして。軍、ああ本当だ、ごめんなさい、ありがとうございます。その通りだ。いっぱいあんの。いっぱいできるわ。そうなんだ、巻物買うときにスクールがあったのか。ごめんなさい、ありがとうございます。うわー、わからんなこれ。わかんないけど、とりあえず攻めてみようか。進行じゃん。肥後、筑前行ってみようぜ。よし、米？わかんないけど、いっぱい。これで終了でいいのかな。開墾やっとこう。小吉、これいっぱいやった方がいいんじゃないの。じゃあ、えい。中吉、内政、おお、南蛮貿易やってみよう。今日まあいっか、じゃあ終了しよう。説が分かんないですね。これ何なんだろう、説って。
マゼ結構ね、もちろん僕もプレイしたことないんで結構手探りですよ。え、あと3回、あ、本数の数か、これか。この上杉家巻物実行中の上に書いてる本数3ってやつが実行数か。接待なのか。え、接待なの本当に。はかりごとと戦、はかりごと戦争とかはわかるけど、島津と伊藤は合戦、伊藤が勝利、島津負けてんじゃねえか。今川と織田が合戦、織田が勝利、上杉と北条、北条勝利、三好と伊賀、三好勝利、そしてうち、小吉でござる。無事戦場に到着しました。京都から戦場に到着しないのかな。包囲強襲巻物、下のゲージが兵士数かな。高橋軍兵士8400、龍造寺軍兵士9000、巻物1、とりあえず包囲やってみようかな。えい、あ、思い出した。城の下に2つゲージがあるんですけど、上が確か耐久力、下が兵糧で、包囲だと兵糧を減らす感じですね。で、強襲だと殴るはず。いきましょう、秋葉原で。ダイスの目がどんな感じなのか。最大20のダイスが5つと1のダイスが1つ。おお、20いっぱい出たけど、あ、やっぱり鍋島だとサイコロ数が多いですね。強襲しましょうか。秋葉原は80固定かよっていうぐらいですね。35 28、巻物使ってみよう。持ってないのかな、単純に。じゃあ強襲しよう。40 38 24、もうちょっとですね。えい、37。やっぱり鍋島直しが結構強いですね。普通に秋月城落城、右にある巻物メニュー、あ、こっち直接クリックすればよかったのかな、ごめんなさい。そうですね、殴るときは一方的みたいですね。で、領地が一つ増えた、増えたでいいのかな、これ。武将3、兵士6740、僕のターンか。予算1741。これ全体の中のそこまで行くってことかな。基本、例えば軍をやると軍の修理まで。なるほど、ちょっと分かった気がする。巻物の買い方ちょっと分かった気がする。そうですね、本数使い切った方がいいんだね。じゃあ進行買っとこう。とりあえず進行はやっぱちょっと高いね。で、兵の募集買って、兵の募集安いな。で、開墾、
開墾、同盟、兵糧放火、巻物略奪、いいですね。あ、高い。あ、てか予算が2しかない。う、予算が尽きた。お金が予算が尽きた。あれ、そんなに使ったっけ。結構高いものを買っちゃったのかな。水攻めとか伏兵とか欲しかったですけどね。あ、同盟がそんなに高かったんだ。はい、巻物使用ターンになったら徴兵とかしましょう。国画面。さあ、人材発掘してみよう。いい人材見つかる？だって今橘山城にいるもんね。きっとね、大変な武将がね。あれ？これで勝ったも同然だわ。さっき滅ぼしたやつじゃなかったっけ？じゃあ開墾しよう。国高56分の28。56分の28が56分の33になる。鉄鋼線。鉄鋼線を作るのに技術がない。技術1だね。よくわからんけど、茶器購入。立派な茶器が手に入りました。ははこれ田畑なで。まあ要するに、これ青たがりのことですよね。えい。隣国の田畑を荒らして、その大事な国高を落とす巻物。要するに荒らすってことですよね。荒らしてるわ。謀反、城の破壊。忍者出、あ、忍者出払っている。従属欲求、違うな。同盟、例えば毛利と同盟結んでみよう。どうだ。あ、簡単に成立した。同盟関係成立、いいんだ。外交施設はなんだこれ。外交施設ってなんだ。わかんないけど、織田家に外交でも出してみるか。いや、毛利に出してみるか。特使はいません。さっきやったからかな。内政、開墾、もうやった。そう考えると、そんなにたくさんできることがあるわけじゃないんだね。1系統1回かな、もしかすると。もしかすると1系統1回かも。鉄砲の購入、鉄砲購入するとどうなるんだろう。鉄砲が1丁購入できた。1丁分配できません。城の修理。秋月城は今390が167になった。いや、進行しちゃおう。じゃあ文豪行っちゃおう。いや、武前行くか。この3人1人残していくか、ここからは。えい。
正直すごい適当に攻めてる。こんなに適当に攻めていいものか。あ、兵士補充、兵士補充忘れてた。兵士補充、あん、今からどうにかなんのかな。あ、今からでもやっといた。やった。あれ、よいしょ。中性30しかない。1321になりました。まだ分配できる。全部を一人に放り込むことはできないのね。なんだこの曲。大吉だ。これでカットも。これなんか右下のゲージがちょっと増えた気がする。この右下のゲージがよく分かってない。マックス、あれ、マックスが、あ、全部上げる、全部上げられるじゃん。よいしょ、よし、これでよし。あと宝禄、高橋くんに忠誠あげてあげたい。この巻物で忠誠を獲得する。あ、この巻物は単純に忠誠心を上げる巻物かな？みたいかな？忠誠が10上がってますね。よし、これでターン終了。これ1ターンに12回行動できるのって結構大変ですね。いや、その分全国、自国全体で12だもんね。織田と三好は合戦。織田の勝利。なんだなんだ。小吉。例えば合戦用の巻物はないんで高橋将軍なんだその顔、お前なんなの君その顔。じゃあ強襲しまくるよ。750。あ、何松かボコボコにされている。切腹するんだ。切腹した。高橋ジョーン切腹。なんだこれ。あ、ね、これね、なんだっけ、何ヶ月に1回に1回こういうのがルーレットが来るらしいです。これ僕のターンね。え、上洛命令。今日はあっちか。文豪を攻めろ。ビッチを討伐せよ。強制結婚は気になるね。腹切りはね、噂には聞いたことあるんですけど、プレイ環境がないんじゃないかな。茶器収集。ちっくさ、あ、外出禁止だから多分出撃できないとかそういう話かな。
なるほど。あ、ありました、腹切り。わかりました。ちょっと買ってきます、じゃあ。噂には聞いたことあったんで、やってみたいなと思ったんで。さ、また巻物買ってますね。文豪を攻めろと。いいよ。兵の募集とりあえず買おう。はい、ヨーロッパユニバーサリスは、この後、人材発掘、でも人材発掘はいいか。築城。進行はある。陸船？陸船？なんだろう。巻物が12分の11になってる。あ、予算がだいぶ厳しい。突撃気になりますね。攻撃力を数倍に高める。いいじゃないですか。引き抜きいいじゃない。あれ？あ、お金がめっちゃ高い。574。援軍要請717。高いね。これ陸戦は技術80ぐらい必要。てかよくわかりますね。わあ、結構居城築城覇者の条件。でもこのゲーム内政いるのかどうかよくわかんないんですよね。あの兵を募集しながら進行してればそれでいいんじゃないかっていうね。あと人材発掘。人材発掘しながら、兵募集してガンガン攻めればいいんじゃないですかね。確かね、説明書によると、売ってる巻物が違うかどうかしませんけど、買う時の値段が、軍師によって違うらしいです。あの、戦好きの軍師だったら軍事系が安く買えるとか、鍋島直茂が何が安くなってるのか正直よくわかんないですけど、内政が好きな軍師だったら内政ばっかり安く買えるみたいな。よし、人材発掘だ。ジョン死んじゃったからね。ググググ、人材発掘失敗。もう一回はダメなんだよね。とりあえず兵の募集して、中吉兵士が1050人。成松がだいぶ兵減ってるんで、えい、OKOK。 では再び進行しましょう。文豪に進行します。あ、巻物ね、どう使っていいか分かんないんだよな。陸戦は、陸戦ってなんだろうね。陸上で船使うのかな。城の破壊、文豪。どうかな。小吉、城の破壊に成功した。よし、行ってみましょう。そういえば僕は留守番全然置いてないんだけど、どうなっちゃうんだろうね。だいたい武将数が少なすぎてね。
武将数が少なすぎるんで、まあ、とりあえず領地増やしまくって、在野武将を集めまくればどうにかなるんじゃないかな。知らんけど。平家は強力な武将。へぇ。毛利と尼子、毛利が勝利。戦闘の曲好き。毎回小吉。おっと、あ、やべえ。これは結構大したものだった。ドーセスめっちゃ強いね。ダイスのメモ、これはいけないね。いや、内容しましょう。なに、おー、まずい。いや、強襲すればええんちゃうんか。城落とせば勝ち。ほら、うわー、成松集中攻撃食らってる。よいしょ。ほら、よし、うん、いや、行きましょう。よし、落城。無理やり。てか城集中攻撃したらね、結構どうにかなっちゃうっていう。今のでいいのかな。さ、兵の募集買っとこう。兵の募集買って、人材発掘買って、俸禄のね、忠誠アップをちょっといくつか買っとこう。トップを狙えば完全に18金なんでアウトです。電脳学園ですよね。まとまき物の変数が減ってる。特性で、もう無理。伏兵、宴会、茶器購入、巻物略奪。敵の引き抜きみたいなのがね、あ、これ売ってるものが変わってますね。それがその国によるものなのか、ターンによるものなのかがちょっとわからないな。もしかするとターンによって売ってるものが変わってる可能性もありますよ。国によるものなんだ。プリンセスメーカーはね、なんとも言えないな。あんまり興味がなくてですね。そう、漁夫メーカーやったしね。なるほど、じゃあもしピンポイントで欲しいものがあったら、その町に行かないといけないわけですね。移動しないとダメかもしれない。今豊後にみんないるはずなんで。
マルカツファミコンにエロゲーコーナーが、マルカツファミコンなのに、ファミコンなのに、兵の募集。あれ、兵が集まりません。小吉、成松がボコボコにされましたね。というか、今のところこれが一番大事だな、巻き物として。兵の募集が、回転で変えられる。ちょっと待ってね。もしかしてこれ探索する場所が変わるのかな。しばらくはいい人材が見つかりそうもありませんぞ。なんだろう。人材発掘。探せばいい人材が見つかりますぞ。巻物使うポイントも変わりそうですね。長野種信。誰だよ。ついてないわさ。何がついてなかったんだ。いい人材が見つかります。それだって四天王まで5人のうち1人しか見つかってませんしね。おお、なんだ、いい顔してるぞ。百武、おいおい、武将一覧。あー、成松よりも、成松よりも安定感があるけど、まあ互角かな、ほぼほぼ互角かな。あとさっき見つかったやつがリストに入ってない、なんでだ。今日だと採用しないのかな。うん、今見つかったけど仲間になってないですね。なるほどね。でもちょっと分かった気がする。登録修正あげましょう。何やら不満がある様子。もう一回。一層忠誠を尽くすでしょう。皇軍かな。豊後に百武を移動させましょう。うん、そうですね。黒田幸宏さんが絡んでるんで、やっぱりゲーム自体はボードゲーム感のある、なんかちゃんとしたゲームですね。巻物を略奪、島津から巻物を奪ってきましょう。今日敵への工作失敗。原作の榊良介さんの方はね、アスキーメディアワークスの方でラノベいろいろまだまだ書き続けてたはず。
僕信長の野望派だったんで天下統一全然思い入れがないんですけど、天下統一そのうちやってみましょうかね。三好家から龍造寺への婚姻に成功。うん、天下統一はね面白いのは分かる。うん、でもね僕多分ね武将のね顔グラフィックがないことにねなんかちょっとピンとこなかったのかもしんない。うん、まあ正直配信向きでもなんでもないですよね。まあでもまあちょっとどうせこの秋葉原の野望でも見に来てる人いるんで、まあまあまあ、よいしょ、あれまた巻物本数が減ってる気がする。さあ兵の募集いっぱい買おう。いや天下統一はね3-4-3以降かなり評判悪いみたいですね。人材発掘いっぱい買おう。戦国姫はね結構ね真面目にありかなと思ってた。いやいかんな、兵の募集もっといっぱい買おう。あと人材発掘いっぱい、人材発掘しまくろう。アートリンクの、あ、アートリンクの関ヶ原分かる方がいるのか。アートリンク、今日ね、アートリンクの関ヶ原やろうかなと思ってたんですよ。でもね、あっちの方がね、より分からなくて。何私は信長の野望が天下統一を超えることはないと思ってます。どういうことそれ。天下統一にそんなセリフがあるの？そのセリフはやばいでしょう。それキングオブファイターズにね、あのなんだっけ、スト2のキャラクターの銅像が出てきたよりもやばいですね。ガイルでしたっけね。探せばいい人材が見つかる。誰かな。あ、さっきのやつか。よいしょ。そして龍造寺四天王を集めたい。人材発掘。しばらくもういい、しばらくはいい人材が見つかりそうもない。発掘済み。文豪。あら、逆に見つからなくなった。おっと、三国志十一といえばあれですね。でもさ、あの三国志十一のさ、あの憤慨騒乱、憤慨騒乱が出てるゲームだけど結局三国志十一は名作で、ちゃんと名作で終わってよかったですねって感じですね。行軍。あ、間違えた。あ、いいのか。兵の募集しよう。お、大吉1890。いやー、結局信長の野望系はね、 PK まで出ないとわからないっていうのはありますね。確かに。
ところで僕これ兵の募集しまくってるんだけど、なんかデメリットあるのかな。国高が減ってる44分の18。よいしょ。あー、国高が減ってますね。国高が減ってる。じゃあ国高の多い国でやると、おー、小吉で1920。あ、おっしゃってますね、国高が多いと歩兵も多い。なるほど。いいじゃない。じゃあ国高の多いところで徴兵しまくって、中吉で2000人。よし、じゃあ進行しましょうか。ところでめっちゃ戦ゲーですねこれ。進行誰もいません。あ、こっちだ。進行じゃあヒューガ。あれ、あ、3人しか攻めれん。3人しか攻められない。じゃあ桃竹くんは、いや、百竹くんは留守番させるか。よいしょ。ヒューガに進行。うん、攻めてくるのはその大名家、あの、ちゃんと君主のいる国だけかもしれないですね。ああ、武将が3人で残り1マスにその陸戦とか大筒とかが入るのかな。かわいいな。伊藤強襲しましょう。あ、もう落ちる。あ、落ちた。勝った。一瞬で落ちた。でもこれということは兵器を作ると相当有利になりますね。さあ、うち龍造寺家の命令は内政、技術開発に専念し新兵器を開発しよう。ほう、なに。龍造寺家との同盟関係を破棄します。なし、よかった。つまりこれ次のこのルーレットまで、次のルーレットまでひたすら技術やろうってことかな。何人か、4人5人かな、5人だけ、秋葉原とか四谷とかそこら辺が担当してるんですよ、その大名じゃなくて。なので伊達家を、誰かイヌボンか何かが担当してるんだと思う。あ、島津が討伐令か。討伐令どっちにだった？うちかな？伊藤かな？あ、違う、伊藤は俺が今に滅ぼしたのか。お、九州豊作。なので、あの、龍造寺が龍造寺秋葉原なわけですね。龍造寺高信じゃなくて。プ
熊本なのか。じゃあよかった。よし。というわけでちょうど1時間経ちましたし、技術開発に専念し新兵器を開発しよう。了解。じゃあこの1時間経ったってところで、とりあえずこの1回目の放送はここまでとしましょうか。じゃあ皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。僕この後ヨーロッパユニバーサリスのはしごに入りますんで、はしごされる方は引き続きよろしくお願いいたします。じゃあ一旦終了いたします。皆さんお疲れ様でした。